天の川といて、在て、ザ・シグマ星は、いて座で2番目に明るい恒星で二等星。なんと六星を作る星の一つ。太陽の7倍もの質量を持つため、中心核での核融合が早く進み、誕生からおよそ5000万年ほどで、寿命を迎えるだろうと推測される。その時には、太陽と同じ程度の質量を持つ、白色矮星になるだろうと考えられている。いて、 ザ・シグマ星は王道に近いため、月による沿平が起こり得る。また、稀に惑星による沿平も起こる。1981年の11月17日には、金星による沿平が起こっている。いて、ザ・シグマ星は、地球より、外側の惑星によって沿平が起こる星としては、最も明るい星である。一方、2008年の時点で、直近に起こった火星による沿平は、 423年の9月3日である。シグマサギッタリー、略称、シグマ SGR。固有名ヌンキは、シュメールの象形文字で書かれた石板から見つかった、バビロニアの名前である。アメリカの博物学者、リチャード・ヒンクリー・アレンによって、世に広められた。アレンは海に関係した星座が続いて登ってくる、ことから、海の印という意味の名前としているが、 確かな意味は伝わっていない。バビロニアにおいてヌンキは、ユーフラテス川沿いにあった、バビロニアの新延期の都市エリルの研究場における姿であると考えられていた。2016年8月21日に、国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループは、ヌンキをおいてザ・シグマ製の固有名として、正式に承認した。ありがとうございます。